どうも、やらまいかカンパニー、もちもち大福です。お茶丸でーす。浜松餃子お願いしまーす。お願いしまーす。さあ、本日は、はい、練習弁アンケート、ドとバカ、どっちの方がよく使うです。新企画じゃん。新企画。やったにー。まずですね、うん、コミュニティの方でですね、うん、この前アンケート取らさせていただきましたなんかやってましたね。やってたに、はい、で今日はですね、うん、その締め切りの時間に一応させていただいてた、うん、今9月11日の17時なので、うん、まず一回ここで打ち止めしたものを、うん、後に上げてるという形になってますのでよろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあ今17時迎えてるもんで、うん、17時過ぎたもんでここのところで一回スクショするでね祭りだやいそうやいそうやいそう。先にね、ちょっと、ね、皆さんにね、お詫びが一個だけあるだよ。お詫びこれね、うん、ポテトさんありがとう、はい、やらまいかクルーのポテトさんからね、最初にすぐコメントをもらっただけどね、俺ね、コミュニティ見てもらえればわかるだけどね、うん、ドとバカどっちの方がよく使うって聞きたかっただけど、うん、疲れてたんだろうね。ドとダラどっちの方がよく使うっていう謎のさ、謎のさ、その状態でよくみんなアンケート答えてくれたと思うよ。本当ありがとうございました。やらまいかクルーの皆さんが汲み取ってくれたってことですね。汲み取ってくれて、本当皆さんいつもお世話になってますありがとうございます。お茶丸らしさ全開ということで、いやもう本当ね、ポテトさんありがとうございました、はい、ごめんねみんなごめんよ、わけわからんくなっちゃってるじゃん、ね、本当申し訳なかった。皆様よくこの状態でありがとうございます。気持ちは伝わったみたいでありがとうございました。はい、じゃあ早速なんですけども、うん、アンケート結果をお伝えします。はい、ド 46% ほう、バカ 20% おお、ドとバカどっちもよく使う 30% おお、どっちも全然使わない 3% という形になってます。へえー、だってこの、アンケート上の、まあ、約1日で、326票皆さん入れていただいてて本当にありがとうございます。ご協力ありがとうございます。本当にアンケートになっちゃった。本当にアンケートになっちゃった、ね、ありがとうございます。こんな来るとはありがとうございま す, います。9月11日の演習部アンケートでは、はい、まあ、これやらまいかクルーの皆様の意見を、抽出するとドが割と使うのかなっていうような、まあ、どんどん比率が多いってことだね、多かったなっていう形になってます。ドとバカどっちも使うもんで、うん、もう区別つけれんぐらいだにって言ってくれてる人たちが 30% いらっしゃるもんで、もう本当に誰もう要所要所でいっぱい使うだらね。面白いね、うん、面白いら。で俺は、このアンケートやる前だに、うん、自分の中では、うん、俺のね多分ね今までのこのやらまいかカンパニーの動画でも、うん、多いのは俺ねドのような気がするだよ、うん、自分が使ってるやつって、うん、ああ多分動画内でもドは多い気がする。ド多いら、うん、でも全然それ無意識に使ってるもんで、うん、ドを絶対使わなきゃとも思ってるわけじゃないし、うん、バカを使ってるのもあるね、ちょろちょろあるね。あるあるある。だって、なんか自分のイメージではさ、うん、そのなんか、改めて考えたらどっちなんだろうみたいな。うん、動画だと割となんか、意識してみたら度が多いのかななんては思ってたもんでさ、うん、これアンケートにさせていただいて、みんなどうなのかなみたいな風に思ってやっただよ。でもどっちも使う方も 30% いらっしゃるってことだもんね。正直、だってその比率なんて気にしたことないっていう人の方が多いと思うもんで、うん、いや、どっちも使うらっていう意見は、全然それ、そうだなって思うだよ。まあ、あくまでもってことだよね。どっちかって言ったら、まあ、どう使うかなとか、バカ使うかなっていう。だもんでさ、みんなさ、逆にさ、こんな質問いきなりわざわざシンクでもいいなって思うぐらいの話だと。だってみんな本当に日常的に使ってるもんでさ。すごいね、ありがたいですよ、うん、本当にね。だってなんかあんまり意識したことないけど、改めたらどうなんだろうみたいなのはね、ちょっと気になったもんでさっていうところ。だから強調したい時とかは結構、うん、だから皆さんどちらかを必ず使ってるぐらいのイメージとかね。本当にね、みんなよく使ってると思う。なんか、今思い出してもなんか小学生の頃とかもさ、うん、例えばさ、うん、コメントでもあったもんで、ね、コメントもね後で紹介はしてくだけど、うん、気候だよね、その暑いとか寒いの時はさ、うん、ど暑いら今日、うん、とかって結構本当に小学生の時の自分のクラスメートとかと話してる時にもよく使ってたし、
ど寒いらとかっていうのをよく使ってるようなイメージがある。で、まあ、いっぱいコメント来てるもんで、ちょっとその辺もね、あのエピソードとともにお話ししていきたいと思います。はい。まあ、じゃあコメント読みながら行くので、ちょっと携帯見ながら行きますね。はい。げんちゃんさんが、はい、あのやっぱ同じことを言ってくださってて、はい、その気候だよね、うん、気候の時に、まあ、ドアついとかバカついとか、うん、あのめちゃくちゃ使ってたにっていう風におっしゃっていただいてて、うんうんうん、やっぱそう暑いとか寒いはね結構使えるとかよく使うかなと思って、うんうんうん、バカ暑いら今日いやドアついらみたいなのはなんかどっちも使っちゃったりとかもするかもしれない。本当に例えば別に同じやり取りしてるってことだよねそうそうそう暑いね暑いよって言ってるってことだもんね。そう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 、うん、のんちゃこさんですね、はい、のんちゃこさんもそのおいしいとかの表現も結構どっちも使えれるねみたいな風におっしゃっていただいてて、ほう、うん、だってどうまいとかバカうまいって、うんうんうん、俺も結構動画で、ね、あのどうまいとかよく言うだけど、うん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 、そうそうそう、それはねよく使うらみたいな、うんうん、でどっちも使うらって言ってるもんで、もしかしたらどっちにも表現してくださってるかもしれないけど、うんうんうん、まあ、正直本当区別使うのかなみたいな。でもそのおいしいとかもよくこのドとバカはよく使うかなと思ってさ、うんうんうん、で、あ、面白いなと思ったのがさ、秋うさぎさんがさ、この使い方は、うん、あのどの使い方なんだろうなと思ったけど、うん、あのめちゃくちゃ呆れた時に、うん、そのドバカだらって言うっていうさこれはだからそのこのバカは、うん、あの本来の、ね、本来のバカ、うん、ドバカだらみたいな、うん、風に言うって言っててさ、だから蝶々だらっていうことじゃないってことでしょ多分ね、あのこのアンケートとは別でねコメントくれた方でもねいらっしゃったので、うん、でバカバカだらともユーラみたいな風に言ってくださってる方もいたもんで、バカバカだらって言うかもなと思って、うーん、でもなんか分かりやすく言うためにはドバカだらって言うかなみたいな。でもバカバカだらとも多分言う、まあ違う言葉に聞こえちゃうねバカバカだらだけ聞くと、バカバカブカブカみたいな感じ、壊れたの何何何とはなっちゃうね。そうそうそう、あの静岡みかんさんは、うん、あの大小の比較はバカを使うことが多いかなって言ってくださってて、そのバカ大きいとか、うん、バカちっちゃいみたいな時に、うん、あの自分はご自身をよく使ってるかもって言ってて、なんかね分かるかもしれない、それってなんか自分の中で、うん、そのドとバカを、うん、なんか使い分けるような気がする、その自分自身としてね、その意味は2つ一緒だもんで、なんかその誰がっていう話じゃなくって、自分の中でこれはドだらみたいな細かい区分けがあるわけねこれはバカで言うみたいなさっていうのはなんか結構あるかもしれん。だから超すごいとめっちゃすごいの、うん、その超とめっちゃをどう使うかみたいなことだったりするとね。そうそうそう、うん、でなんかそのどちっちゃいらとも別に言うしさ、うん、でもなんか自分の中でこっちの方がハマりそうだなっていうのでバカちっちゃいらみたいな、うんうんうん、だからなんか多分俺はね、コメントいただいて思ったのがさ、皆さんの、うん、あのみんな多分やらまいかくるの皆さんって、うん、自分の中でそのドとバカの多分仕分けが実は頭の中ですごいゴカーってできててこれはドでいくにとか、うん、これはバカだらみたいなのはね、なんかありそうな気がするな。なるほどね。そうそうそう、好みの問題でもあるしね、うん、で、まあ、あの前回さ、あの、うん、バカ偉いっていうさ、うんうんうん、動画あの出させていただいたんだけど、うん、その時に来てたコメントでもさ、うん、さっき の, あのバカバカじゃんっていうコメント、その時に来てるっていうお話したんだけど、うんうんうん、他にもね、あのバカ頭いいとか、だからそのもう反対のことをさ、うん、バカあの人バカ頭いいにとか、うん、どっちみたいなさ一瞬さ、うん、なっちゃうかもしれんけど、うんうん、なんかそういう使い方ってあのしますよねみたいな話とか来ててさ、体調悪い時に、うん、そのドエレードダルイバカエライとかさ、うん、順番であるねみたいなこと言ってたりとかもしてて、うん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 、そうそうそう、そういったあのコメントが来てて、うん、ドエだってバカエライの時もそうなんだけど、うん、ドエライとも言うし、うん、バカエライとも言うし、うん、バカエレーみたいな、ドエレー今日みたいなそう本当に強調してる意味使うんだね、うんうん、であのよくコメントでも来てて、実は俺らの動画でも、うん、多分最初の頃だったような気がするけども、うん、あの疲れたことを表現したくって、うん、超疲れたっていう意味で、あのど疲れた、うんうんうん、で俺が言ったら、うん、大福がえみたいな、その、うん、その殴られたのそう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 、 あって、でコメントでもね、うん、前来てたことがあっただけど、うん、ど疲れたって、うん、
演習弁の地域じゃない方が最初に聞いたら、うん、その超疲れたの方で聞こえなくって、うん、あのど疲れてその本当にこの上司に殴られちゃったパワハラですかって。そう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 、実際本当にそうなったもんね。なんか普通にマジではみたいなハテナな顔な感じになって、だってど疲れたって言われたらなんかどうしたどうした何何俺がだから見えない見えない相手と戦ってて誰と喧嘩したのってなるよ。でね、演習弁アンケートを今回出させていただいた時にね、はい、その吉村さんっていう方からね、はい、別のねあの質問が来てて、はい、でもこれもすごい面白いなと思ったのがさ、はい、浜松積みなんですけど、はい、語尾のところでね、うん、なんとかだって使いませんかみたいな、例えばほう明日行くだみたいな、おう明日行くのっていうような意味で、うん、使う、要はだを語尾につけませんかっていう質問が来て、だ行くだはてな、うん、だはてな、うん、そうそうそう、これって俺は使うだよ、うん、で聞いたこともあるだよ全然、うん、で本当にコメントでもお答えはさせていただいてたんだけど、うん、多分使う地域とか環境にもねよるなとは思ってて、うん、で俺はその袋井の友達が使ってるのに結構自分は影響を受けた感じだったんだよ。なんかだで俺は自分は、高校生になってからの方がなんか影響を受けて使ってる、うん、小倉ですいやもう言い方が広しですから小倉くんが入学して仲良くなっていく上で、うん、俺とちょっと演習弁の種類が違うって思って、うん、基本的に全部同じなんだけど、うん、ちょっと違うで小倉はよく行くだとかって言ってるイメージがあって、うん、俺は本当にしょっちゅうその小倉と一緒にいたもんで、うん、結構だはそこで俺は影響受けた。フリー素材な小倉さんって当たり前のように言ってるけど小倉これからも頼むにフリー素材じゃないよね本当に。でもねこのドとバカって演習弁を使う上では、うん、もう本当に多分上位の使う言葉のものだと思うもんでさ、うん、やる前から来るの皆さん本当にねいろいろ意見くださったりとかアンケートも答えていただいて本当にありがたかったなと思って、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか素朴なね疑問って多分いっぱいあるだよ。意識したらね、演習弁を意識した時にみんなが使ってる演習弁なんだけど、うん、微妙にちょっと違ったりとか、ね、これ使うっけどうみたいなさ、うん、で逆に言えばさ俺もさそういうのっていっぱいあるだよ、うん、でこのコミュニティをね使ってこの演習弁アンケートってこれからもいっぱいやりたいなと思ってて、うん、で俺はそれでなんかみんなの体感も知りたいだよ、これって言うのみたいな、うん、そう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 、なんかだ本当にさ常日頃の、うん、動画からさ、うん、僕はこう使いますとか、うん、僕はこれ使いませんとか、うん、僕は逆にこういうのを使いますみたいなのがさ、そうそうそう、いろいろあるからさ、奥が深いよね、またね。奥深いだよ。うん、でも本当にでも、俺は正解を求めてるわけじゃなくて、うん、まあ多いんだなとか、こうやって使うんだなみたいなのとか、うん、これは使わんらみたいなのが聞ければそれが俺は楽しいし、うん、なんか本当にここに皆さん集まってくれて、うん、まあたまには演習弁の話で語り合うかみたいな。いやだからね別にそのどれが正解っていう話じゃないじゃん、こういうのってさ。そう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 、だからね本当にこうみんなの、うんね、今はあれですけどご時世から、うん、でもなんかこうやらまいか集会所に集まってみんなで練習弁で喋ってるみたいなさコミュニティじゃないですけど、そうそうそう、そんな感じでね、うん、皆さんと今後もいろいろやれてったらいいなと思いますし、はい、今回は326名の方、はい、察していただいてありがとうございました。本当にすいませんでしたまたこれからも演習弁アンケートをどんどんやっていこうと思ってるもんで、はい、その時はぜひ、ね、みんなも参加してもらえたら嬉しいなって思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこれからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てねー。